奪われた兵糧はどこへ。いたいたいた。竜像。いたいたいた。はい、イケモンです。さあ、ゴースト・オブ・ツシマ続きをね、やっていきたいと思います。さあ、メインストーリーの続きからだね。足立雅子さんに会いに行くところ。はい、ここだね、仁の道の雅子の短かな。うん。はい、ちょっと助けをね、恋に行きましょう。そしてあのパート1のほんと最初にさ、コトゥーハンにお酒をぶっかけられて火だるまにされてちょっと撃たれた足立さんの、奥さんなんだろうね。だから足立さんの死を雅子殿に伝えなくてはと、はい、心が痛むけど行きましょう。はい、そしてね、もう目の前のここだと思うんだ。はい、じゃあ行きます。はい、足立家の館。足立家の親方、雅子殿がおるはず。はい、あっちかな。雅子殿、足立家のご一族誰かおりませぬか。ん、なんかおん、どっちから行けばいいの。なんか襲われ、何者かが教えたか。襲われてるね、完全に。敵はいないか。ここで何が。なぎなた、足立家の女の者だな。家族を守ろうとしたのか。うん、窓から子供を逃がそうとしたようだ。え、これは人形だよね。これは人形だよね。びっくりした。このさ、これがさ、足立家の旗なんだろうね。これ。うん、足立家の紋章、かっこいいね。酒井家よりなんか好きかもしれない。手がかりはない。はい。とっとと。なんか見えないね。見えないね。逆光でね。おっとちょっと待って、ちょっと待って。え、あれ、さっき見たときいなくなかった。いた。え、じゃあこっちから入ろうとしたらいるってことじゃないの。もう他に、逆にこの後ろから入れない。入れないか。入れないよな。じゃあ行きますか。まあ、絶対来るんだろうな。あー、来た。はいはい。雅子殿はどこだ。はいはい。答えるか。あ、またクラクラしてる、クラクラしてる。いや、区内が便利すぎて。うん、ん、あ、とどめを刺す。こら、ハケ、雅子はどこに行ったんだ。ハケ、吐くか、なんか面白いことしたらいいよ。てい。ちょっとじゃあ探す。猛虎ではないが、野党でもない。正体を調べるか。猛虎じゃないんだ。生き延びた者は馬で逃げたのやもな。馬屋を調べよう。あ、武士、雅子さんいなかった。はい、馬屋は空だ。誰かが奪ったか。ということはどこに行くんだ。馬の足跡、蹄の跡。逃げた者がいたのか、追ってみよう。よし、おいで。はい、じゃあちょっと追いましょうか。こっちに足跡、続いてる。追っ手がいたようだ。こっち、あ、こっちか。幽閉に狙われたのか。この乗り手、巧みに矢を避けておる。え、馬のむくろ。これは足立家の馬だな。死ん
で数日。で、マサコ殿、あ、私です。お主は境家の菰田の生き残りはおらぬと聞いていたが、夫は？武名に恥じぬ見事なお働きでしたが、討ち死にを。さようか。なぜここへ？叔父上が囚われの身に。手を結びましょう。私は叔父上を、そちらは仇を。足立家はもう終わりだ。対馬の者が手にかけおった。裏切り。己を守る侍をなぜ？それはこれから突き止める。助太刀いたす。いらぬ。我らの争いに余計な首を突っ込むな。対馬の武家は相見たがい。私も残された者の痛みは知っております。お主まで死んでは申し訳が立たぬ。死にませぬ。ついてこい。はい。はい。まさこの後を追え。いや、いや、まさか対馬の親方に賊がおりました。生き残りを探しておったのであろうな。夫が息子らと菰田へ出立した夜のこと、刺客どもが来たのだ。子供や孫らを姉に託し、二人の息子の嫁らと共に戦ったのだが、多勢に無勢、私だけが生き延びた。さながら菰田の戦。私の戦は終わっておらぬ。皆をここに埋めた。一族の眠る場所だ。ここか。いや、いや、いや、辛いよね、なんかさ。あ、手を合わせるボタンがなくなっちゃった。はい。必死に助けようとしたが、皆死角から逃げ切れず道端で切り殺された。姉も孫すらも赤子もいたのだ。まだ生まれたばかりの母と子と私がこの手で埋めたのだ。あるまじきことです。姉も亡き夫と共に眠りたいはず北の地で、なれど今は足立の墓に。いや、対馬の者が裏切ったっていうのはめっちゃ気になるけど、これもなんかさ、石川先生の巴の時と同じように、はい、同じようになんかサブクエに派生していきそうな気がするね。なんかちょっとわかんないけど、はい、小金寺、あの塔があるところだ。お一人残されるとは。いや、ほん一人ではない。刺客が生きておる。ほう、見覚えは。近くに見覚えはない。よその百姓だろう。百姓が武士の館を襲うとは。ただの賊ではなかった。何者かが我が領地を狙ったもの。なぜその裏切ったのかめっちゃ気になるよね。お主一人で行ってくれ。草原という僧を探し、足立家の顛末を伝えてほしい。どういうおつもりですか。やもめの頼みは聞け。草原と話したら甲冑師を見つけろ。修繕を頼んだ鎧がある。お主にくれてやろう。かたじけない。
では私は寺の裏口で待っておる。うん、はい、じゃあちょっとなんか頼み事をこなしましょう。酒井様。あ、どうもどうも。お達者のようで。あ、どうもどうも。住職殿か。その実は下男と何ら変わりませんよ。私は純心と申します。この寺が民の助けになればと広めておこう。寺まで赴けない者は有明の野営へ。少ないですが食べ物も備えました。ありがたい。時に僧を探しておってな。僧源という名だ。境内を吐いておるはずです。あ、知ってる知ってる、その人。頼むぞ。はい、あ、私の知ってる人と違った。君か。お侍がいらっしゃれば。はい。草原か。さようで。酒井と申す。お侍。何用で。雅子殿から言づてだ。足立家の親方が襲われて、他の者は死んだと。猛虎が。いや、裏切りだそうだ。おいたわしよ。戦支度をしたやつらが寺に来なかったか。そのような覚えは。勤めに忙しくしておりますゆえ、雅子様ならば喜んでこの寺にかくまいましょう。手間を取らせたな。めっそうもない。うん、はい。そして甲冑師から鎧をもらいましょう。甲冑師を探すか。はい、甲冑師いた。鎧を仕立て直しましょうか。はい。雅子殿の使いだ。お主が足立家の鎧を直しておると聞いた。さようです。まことに素晴らしい鎧でございました。取ってまいります。はい。雅子の息子が身につけた頑丈な鎧だって。敵によるあらゆるダメージを中程度減少、体力値も中程度増加、攻撃を受けると気力が 15% 回復。おお、いいね。足立家の鎧、あ、強化できるよ。あらゆるダメージが大きく減少だって。じゃあ強化しとこっか、ついでにね。はい、じゃあ雅子様をね。あ、いたいたいた。鎧は得たな。あ、見て、お揃い、お揃いになっちゃった。そうだよね、足立家の、足立家の鎧なんだもん。良い具合です。それは私の長男重里のもの。かたじけない。そうと話しました。何と言っておった。喜んで寺でかくまうと。そうして居所を敵に漏らすわけか。ついてこい。ああ、うん、あの僧もちょっと疑ってるんだね。襲撃の陰に僧源がいると。刺客が来る前に奴が館を訪ねてきた。あの坊主は石膏なのであろう。そうと決まったわけだ。ああ、だが疑いたくもなるさ。奴は秋の初めに神館から突然やってきたのだ。もうこの噂が流れ始めた頃だが、足立の所領はそうやすやすとは奪えぬ。そこで戦に乗じた。うん、調べる。あの坊主抜け抜けと。私はどこでいただけば。知らぬ。どうか空腹なんです。そなたを苦しめた。食事への癒しき欲です。でもいつ日も飲まず食わずで。純心殿に聞け。あ、こうか。草原め、急いでおる。まるで巣へ戻る狼よ。うん、草原を終え。ここからはしゃがめ。はい、スニークミッションですね。でももうやっちゃいませんか。やっちゃいませんか。ここで殺せるかやってみる。殺せるかやってみる。ダメかな。鈴でも投げとく。鈴でも。私を利用しましたな。恐怖心を煽って尻尾を出させたまで。おかげで住処に向かっておるぞ。こちらへ。鈴投げてみ。見られぬよ。はい。
ました。あ、ごめん、私がな。もうちょっと早く歩いてほしいからさ、ちょ、見つかるぞ。はい。誰にも見られておらんな。ごめん、もうふざけるな、やめよう。うわ、こっち向くんじゃない。聞こえた。大丈夫大丈夫、気のせい気のせい気のせいだって。あ、武士。け、あ、なんかもう疑ってるな。俺が。うわ。もうそんな疑わなく。何にもないってば。何にもないって。え、これやっちゃってもいいのかな。あ、見失っちゃうの。あ、ごめんごめんごめん。行く行く。マジで。隠れて。おっちょ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 。見られたか。全然行かない。全然行かない。なんで、ごめん、私のせいかな。本当ごめん本当ごめん。いや、いないっていないってもう。俺の獲物だ。もう。何もないな。何もないったら。いや、なんか見失うとか焦らすからさ。はいはい。切り出しました。めっちゃ警戒してんじゃん。馬乗っちゃダメ。ねえねえ、まさこさん、馬乗ってもいい？え、何が？何にも音出してないよね、私。あの動物の、おや？あの人めっちゃ警戒心強いじゃん。あの五歩でさ、敵に見つかるまでの時間がちょっとなんとかなんとかみたいなの装備したらちょっと変わるかな。隠れましょう。もういつさ後ろ向くか。わわわわ。落ちちゃった。大丈夫でしょ、ここススキの中だし。もうめっちゃ。はいはい、よいしょ。大丈夫？これ私近すぎるのかな。何はーって。よいしょ。もうやっちゃおうぜ。いつ後ろ向くか分かんないと思うとちょっと怖いよね。おお、曲がった。急に曲がった。近づきましょう。どっち？こっちだとは。宿の売り口の左側。まさかお前生きておる。武士を連れておるぞ。館で仲間を殺した武士だ。アホどもめ、わしの肩入れが筒抜けだ。見つけ出してこい。声を抑えてくれ。わしは中で休む。奴らを殺すまで戻るな。あやつらが一族の仇。坊主は生かせ、他は殺す。立ちを抜け。あれ、乗り込んじゃった。はい。あ、間違っちゃった。フェイン、いや、イベントだからフェイントしてこないかなと思って。ねえねえ、この人見て。この人さ、石にさ埋まっちゃって、ほら見て、バグかな。かわいそうにこう石に埋まっちゃってるんだ。これもう、はい。かわいそうに。あ、はい、行きますか。待って、アイテムないかな。はい。草原、もう逃げられぬぞ。うん。なぜ足立家を襲った？
わしはただの使い走り。主はそれを知って何の役に立つ。己に問われる筋合いはないわ。雅子殿、私は家族を埋めたのだ。一人一人をな、幾日もかけて。己など野犬どもの餌にしてくれるわ。殺してはいけない。主を吐かせねば。この世は人を食よ。強き者が正さねばならん。邪魔立てするなら殺すまで。わらびさえもか。やめよ。どうせ口を割りはせぬ。手がかりがいる。糸口を探さねば。あなたは外を、私は中を調べる。済んだら知らせろ。はい、宿を調べろ。なんかこの人にもこの人のなんか信念がちょっとありそうな感じではあったね。あ、はい、あ、ここかな。はい、替えの武具、援軍が来るはずだったのか。名前と家紋だ。裏切りの約定。草原貞尾舞梶原大村。草原以外ちょっと分かんない。出てきてた？今まで出てきてない。政子殿に聞くかよね。こっから行ける？見つかったか。危な。何者かの名と家紋が。確か奴らにもこの家紋が。初めて見るものだ。どこぞの家が乗っ取りを図っているのか。捨ておけません。私がな。お一人は無謀です。もし叔父上がいれば、このようなこと決してそのままにはいたしませぬ。お力を、しかるのちご一族のあだを。いいだろう。志村殿の救出に向かう折には私も参ろう。かたじけなきお言葉。ではさらばだ。やることがあるでな。はい、よし、いい子だ。はい、陣の道の政子のターンは終わりと。でこの後の政子のその裏切りのとか乗っ取りのどうのとかは、はい、浮世草というか、サブクエストになるんだろうね。いや、巴のやつも気になってたけど、こっちも気になる。はい、進行状況を更新と。はい、めっちゃある。はい、そうだね。このあと、そうだね、足立家は裏切り者によって皆殺しにされたと。はい、ただ一人生き残った政子殿を突き動かしているのは、一族を殺した者どもを討つという念願だけだ。武家の一族を手にかける不届き者は罰せねばならん。政子殿に助力しよう。はい、なるほど、サブクエストになるんだね。はい、これも、めっちゃ気になるんだよ、サブクエストが。でもとりあえずメインストーリーをね、進めていきましょう。はい、では次のね、メインクエストやっていきましょう。はい、ここだね、ここの場所で。ほらさ、ユナさんとさ、一緒にさ、なんかどっかのさ、猛虎の陣でさ、檻から助けてあげた傘、頭の傘がボロボロだった人、カンガサ衆が、まあ助けになってくれるんじゃないかっていうことでね、ちょっとカンガサ衆に会いに来た。はい、噂によると浜辺ら辺で猛虎を襲っているらしいと。はい、なので、ちょうどあそこのね、印のついてるとこだから見て。カニめっちゃ早い、カニめっちゃ早い。はい、ちょっと行ってみよう。騎士平原に着いた。
スゲガサ衆はこの地におるらしい。はい、戦ってるのかな。猛虎の荷車が襲われたのか。うん、スゲガサ衆の仕業であろう。はい、うん、うんうんうん、あ、降りないとダメかな。はいはい、調べる。あー何も見ていない。いいね。あのさ、R2 と R1 押し間違えることない。私さ、この馬に乗るときにさ、 R1 押してさ、何回もこの馬にクナイ投げつけたことが実はあるんだ本当にごめんという気持ち。まずここで襲ったな。他にもムクロがあるはずだ。うん、あ、はい、カンガサ州はじゃあ強いってことだよね。仲間になってほしいね。向こうにもムクロが見えるわ。うん、どれどれ。あ、こ、あ、おわー、持てない。うん、クナイ欲しいな。あれ、ど、あれ、ここら辺じゃなかった。そして一気にさ、あんなに晴れてたのに、なんでこんななんか暗雲立ち込めた天気みたいになっちゃったあ、生きてるよ。ここまで逃げてきたのか。なんで、めっちゃ晴れてたのに、さっきまで。え、とどめを刺す。まあ猛虎だからな。あ、くないください、くない、はい、くないくれたからそのまま生かしといてあげよう。んー、こ、うーん、調べる。赤い陣か。竜像、そのいでたちは何だ。人のこと言えるかよ誰俺のスゲガサだ。今は浪人なのか。腕を売ってるのさ。手を貸してくれ。頭と話したい。駒田で死んだよ。浜にいたのか。大勢死んじまった。こちらもだ。手を結んで仇を討とう。まず叔父上を救いたい。無事なのかみんな怪我を負ってるし、飯も食えてない。そんな連中に命を張れなんて頼めねえよ。もちろん褒美は出るぞ。猛虎を成敗すれば、叔父上も報いてくださる。望みのままに。じゃあ仲間に聞くだけ聞いてみよう。お前が？今の頭は俺だからな。ん？囲まれ。考えておこう。戦闘だね。はい、引くでないぞ。当然だ。あ、はい。あ、フェイントしてこんのかいフェイントしてこんのかい。もうフェイントしてくると思ったわ、もうはい、暗い。あ、暗いで死んじゃった。はい、オッケー。肩が上達したな。うん、そうか、お前はヒゲが生えたな。九段の申し出だが、おじごのことなら難しい。生き抜くだけで精一杯なんだ。それほどとは。飯がない。今日も京都で食い物探しだが、またもや空手で戻らなきゃならん。手を貸そう。宿営に行くぞ。良い案が浮かぶやもしれん。愛も変わらず強引だな。食べ物ないの辛いよね。そしてさっき倒した人、違うの、さっき倒した人たちからまだそのあれあれをさ取ってない。どうしたんだ。待って待って、こういう取るからちょっと待って。あ、こんなとこにこんな使える罠あったんだなんかくれるものないですか。ない、くれるものない。はい、
じゃあ行きましょう。よいしょ。こっちだ。最後に会ったのはいつだった？二つ前の長岡での刀比べ。あの後お前はどこに消えたのか？菅笠衆に一味に加わるよう誘われてな。二つ返事だ。なぜおじ上を？なぜおじ上を尋ねなかった？職があったらな。お前が望めば志村家に仕えるよう口利きはできた。いらぬ世話だ。うん、荷車だ。飯が残っておりやもしれん。体。お侍。お侍。待って、私調べる前に調べてくれたのかな。うん、どうした？はいはいはい。お主のものか？その通りです。馬と米を盗みやがって猛虎どもめ。命があって喜べ。猛虎はどこへ向かった？大平砦で。畜生。小金寺に逃げるのだ。街道を通ってはならぬぞ。わかりました。ほら行くぞ。宿営は近い。あれ、私馬どこ行ったっけ？あれ？あれ、待って、あれ、私の降りた馬。え、待って、あ、なんでそんなとこに行った？はい。お待たせ。おじ上の話だが、救出に手を貸すならば褒美は弾むはずだぞ。褒美って言われてるな。そうだ、武家にしてもらえ。菅笠衆を武家にしてもらっては。総領はお前だ。なんだ、猛虎に奪われた島でか。必ずや取り戻す。お前の名も鎌倉に伝わることになるぞ。本気で言ってんのか？そういえばさ、戦う甲斐はあるだろう。寝言は寝て言え。戦の後だというのによく一味をまとめ上げたな。秘訣はあるのか？仲間以外は信じるなと言い含めただけさ。なるほどな。本心だったが、今は迷いが生じている。一味は何人おるのだ？半分に減ったが、まだまだ大勢残ってるぜ。なぜだ？猛虎が米を盗んで大平に逃げたと聞いたろう。食い物を貯めてると？おそらくな。策はあるのか？まあ見ておれ。なんかさ、雅子さんの時も思ったけどさ、その猛虎のこのね、襲来に乗じて足立家の領地を、おい心臓、俺だ、奪おうとしたみたいな感じだけど、もうすでに猛虎に乗っ取られそうなのにねって思わない？足立家の領地を奪ったとしても。食い物はどうしたんだ？あの侍は？聞け、これは俺の友、酒井だ。皆腹が減っておるそうだな。手を貸そう。食い物はなかったのか？策がある。砦に押し入り、猛虎が奪った食料を取り返すのだ。砦に押し入る？殺されるだけだ。ちょっと待ってくれ。ジン、ついてこい。はい。あらかじめ策とやらを聞いとけよかった。皆を喜ばせたくてな。それは俺の役目だ。すまねえ、対はなかった。いいさ、ここを通れ。はい。仲間と一緒に動くなら同じ格好をしろ。お前にも入りそうな袴がある。シラミはおらぬだろうな。あ、これね。まだあの子と根に持ってんのか？袴はつづらの中だ。あの子とって何？一回シラミがついてる服を着せられたのかな。俺ほどの男前とはいかねえが、悪くない。砦の守りを調べ、抜け道を探せ。俺の仲間に任せよう。手を打つのだな。砦の食い物を手に入れたら、猛虎からおじごを取り戻す。恩に切るぞ。ただし、頭が誰かは二度と忘れるな。お前の役目を奪うつもりはない。先に立つぞ。墓所でお茶を。承知した。はい。
お、噂が広まる。あ、気力の最大値が上がるのは嬉しい。これは嬉しいね。はい、体力も増加と。はい、浪人の袴、はい、強化を確認。あ、強化できるね、これも。でも敵に察知されるまでの時間がただ長くなるだけか、強化すると。うん、とりあえずこのまんまでいいかな。頭はさ、こっちの方がかっこいいからこっちに変えよっか。はいはい、これで行きましょう。顔全然見えないけど、これムービー中とかさ、全然顔見えなくなるのかな。はい、これで行きましょう。ちょっと刀が白く浮いているけど、これでいいだろう。でこっち行くと何？一つ聞き忘れたことがある。はい、何？申してみろ。コムだからどうやって助かった？あの戦場から女が運び出してくれたのだ。さらに解放まで。運の良い男め。お前や一味はどのように？逃げたんだよ。備えを済ませておけよ。済んだら墓所で会おう。うん、はい。備えをどうしたらいいんだろう。もういいよ、墓所。墓所に行くじゃ。あ、はい、ここだね。はい、じゃあもう行きましょう。タクト魂の手。お、墓所なんそれ。雄三は墓におるはず。はい、墓に来ました。んー、どこだろう、龍蔵さん。ん、なんか話してる。あ、なんか話してる。おう、来たか。それじゃあ飯をぶんどりに行くか。これで皆か。戦えるやつだけ集めた。他の連中は動けなくてな。砦を襲うには心もとない。枯れ木に満開の花を咲かせる方がたやすいかもな。七に勢ありだ。七に陥らぬよう進めたいもんだな。え、三人？あ、じゃあ四人。はい、龍蔵のターン。4人か。結構しょ、いや少数制なんだよきっと。が戻った。はい、あ、かっこいい。その帽子かっこいい。私もこの帽子がいい。ねえ、いいな、この帽子よくない？で、あ、ちょっとなんか武士とか。あ、コオロギ。あ、コオロギだ。はい、あー、怒られる。もうここのなんかクエストが発生した時、ビンダめっちゃ怒ってくるじゃん。もう、はい、中に大勢いるぞ。はいはい、神楽には呪しずつも、うん、船の兵に加勢されては一大事だな。うん、挟み撃ちに遭う。俺が何とかする。筒を壊したら討ち入るんだ。うんうん、失敗したら俺の仇を討って兵糧を奪えばいい。そりゃ明暗だ。はい、あそこにもういるんだけどな。あれ、もう、あ、これじゃない、矢で撃ちたくない？矢倉から目を離すな。分かったよ。これダメかな。ダメだろうな。ちょっとこっちに変えとこう。ん？あ、もう敵。あ、あれみんなどこ行った？もうさ、みんなさ、この服目立たなくて分かんない。あれみんなどこ行った？はい、じゃあちょっと今から倒す感じだね。ちょっと、あ、ここから入ったのかな。じゃあちょっとセーブしよう。はい、では入りまーす。あ、もういるじゃん、そこに。みんなどこ行ったの？敵、あ、敵に、あ、ここにもいた。見つかるなって言ってるから、見つからずに、あ、いっぱいいるな。基本じゃあ闇討ちしてく？もうなんかドンパチしたいけど。はい。結構いるよ、ほら、結構いるよ。こ
ち向いてない？ここは視界に入る。あ、ちょうど帰ってってる。はい、今だ。はい、はい、で先にこの家の中にいそうな人たちやっちゃう。後ろ向いてんのかわかんないね。で他のみんなどこ行ったのか。ああ、そこにもいるじゃん。そこ、あ、見えないかな。一人。はい、はい、うん、でこの人たちがどっち向いてるかよね。2人か。2人だと絶対1人には見つかっちゃうね。まあ、家の中にいるからほっといていいか。なんかいい物資あるかな。あ、持てない。見つかるなって言ってるから鉄砲とか使えなくない？うわ、いっぱいいるんですけど。はい、そこに、そこにもいるね。そこにも、ここにも。うわわわわわわ。はい、よいしょ。ふう。なんか強化しなくていいやって思ったけどさ、見つかる時間がなんたらなんたら、強化した方が良かったんじゃないって思ってきた。おっとっと、なんだ、見つかりそう。どこのどなたに。あとこの索敵の範囲が私狭い、狭いから。ん？一人？そこちょっと索敵の範囲がね狭いから。あ、二人いる。いや、これはどうだろう。こういう時のための、はい、ちょっとここら辺に来てもらう。はいはい、はい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 。2人来たら意味ない。2人来たら意味ない。え、プオーンってされたんだけど。鈴の意、え、めっちゃ来たんだけど。え、めっちゃ来たんだけど。え、鈴ってさ、一人ぐらい来るもんなんじゃないの。え、はい、おい、見つかったんじゃないの。お、見つかったやん。サムライ。え、見つかるな。あ、見つかって、これダメ。いやいや、だって鈴でさ、あんなにいっぱい来ると思ってなかった。あ、失敗。え、どうなったの。あ、失敗かなこれ。え、どうなった。あ、見つかるな、見つかるな。あ、またここから。あ、もう見つかっちゃダメなんだ。いや、鈴がさ、鈴であんな見つかると思ってないじゃんね。ちょっと私のせいかな今のみたいな。あ、もう待って、またこれ最初からじゃん。もう動画のこと考えてよ。さあ、さっきの変なとこくらいまで進めたけどさ、あの2人はさ、多分一方闇討ちしたら見つかっちゃうと思うから無視で行く。そこもね、いるんだけど、2人は絶対に闇討ちしたら見つかると思うんだよね。持てないか。で、どこに行くんだ。ん、そういえばあの人倒してなかったね。ん、全員倒さなくても良さそうだよね、なんか。はい、あ、あそこに行けばいいのか。ってことは、はい、よいしょ。あ、アイテム、アイテム、はい、この後ろから入れってことね。あー、待って、あの、ちょ、もう一回出て、なんかアイテムがあったから。なんだ、なんかここから入ればよかったんだ。あの、表の人たちとか別に無視しとけばよかったんだね。はいはいはい、よいしょ。で、このまま上に登ると。上にはいないのかな。ここにはいない。あ、いるじゃん。
はい、闇討ちしましょう。はい、物資もゲットと。区内は持てない。で、じゃあきっといるよね、上にも。あ、いなさそう。はい、よいしょ。うん、で、で、あ、はいはい、これを破壊する。合図してやらねばな。櫓の火が見えるはずだ。かがり火台に火を灯す。今度はどこだ、かがり火台はどこだ。あ、よかった、目的地が割と近かった。はい、はい、頼むぞ龍蔵。うん、おお、あれ一騎打ちしようじゃん。あ、一騎打ち、一騎打ちの木を逃してしまった。待って、敵はどれ。ああ、はいはい、じゃあやっていこう。はい、あ、こんな横にいるのに気づかないね、この人。ありがたい。で、あ、もう乱戦も乱戦。あ、じゃあさ、あれ使おう、あれ、いくよ。一人も残すな。はい、そこら辺に、はい、あれ、はい、あ、当たった。はい、後ろからさ、なんか弓で狙われた。こら、まったく。あ、ここにある、はい、あ、も、持てない。鈴鹿、あ、て、手伝う、手伝う、みんなをサポートしよう。はい、どうぞ。はい、はい、そこも、はい、どうぞ。はい、あ、まだいる敵。あ、もう一人だ。死ねえ、あ、死ねえ、頑張って、頑張れ。うりゃ、死んだ。あ、待って、アイテムある、なんかアイテムある。あ、手伝う、手伝う。あれ、まだい、まだいる。待って、アイテム、アイテム、アイテム拾う、アイテム拾う、アイテム拾う、持てない。あとどこ。あ、また一人、もっといる。おー、わかんないけど、わかんないけど、もうそこら辺に投げとこう。はい、どうぞ。ちょっと楽しい。あとどこ、ん、あ、まだいた。じゃあ区内投げとく。はい、ん、あとどこだ。あ、竜、あ、あ、倒した。はいはい、待って、アイテム、アイテム、いかがでしたか。アイテム、アイテム、ここじゃないな、こっちはさっぱりだ。アイテムない。あ、アイテムない。はい、話せない。ほら、食料は。あ、顔見えない、顔見えない。食い物がねえ。櫓にもなかった、他にはないか。もうこのムクロと神の山だけだ。見せろ。お前読めるのか。鑑賞ならば多少はな。いつの間に。孫子を学んだ折だ。ああ、孫子の現代作。ここは中継所だったようだ。兵糧は今頃船に。船は港だ、追いつけやしない。砦は奪った。まさかお前。話を聞こうか。まずは様子を探ろう。うん、はい、いや、孫子は読んだ方がいいって言うよね。なんかその現代にも役に立つ、現代でも役に立つみたいな。はい、調べます。よいしょ、あー、ちゃいちゃいちゃい。はい、浜に猛虎の小舟がある。猛虎の陣はまさか突っ切るとか言うなよ。うん、はい、硬い防備に旧兵か。正面からでは難しいな。仲間を敵陣に送り込むのはごめんだぞ。うん、
よいしょ、よいしょ。あの火薬に火矢を放ってはどうだ。ひととき気は引けても浜から目を離すことじゃねえな。あれ、もう一個なかった？あ、はい、はい。救兵を崖に置け。注意を引きつけた隙に船を盗もう。砦のことはまだ気づかれてない。奴らが気もしない味方を待つことになる。船を盗むまで時を稼いでくれ。その後は森に逃げ込め。合図を出したら好きなだけ暴れるんだ。ということはさ、聞こえたな。行くぞ。頭、見ててください。お前の戦い方、長尾家の刀比べを思い出した。お前は手立てを選ばん。勝負だからな。お前も本気だったろ。さてね、何が言いたい。別に、ただ思い出しただけだ。またいずれ話そう。死なずに済んだのな。ここから降りる？じゃあさ、あんまり敵を倒さなくてもいいって感じかな。もう時間、急いで船盗めみたいな感じかな。はい、よいしょ。用意ができたようだな。松明を頼んだ。もう撃ってる撃ってる撃ってる。撃ってる撃ってる。はい、さすが俺の仲間だ。奪えと。あの日を見ろよ。もうだから奪えばいいんだよね。はいはい、もう行くぞ。はい、はい、もう無視。オッケー。もう目一直線よ。船に一直線よ。あ、待って、物資は取るわ。はい。近くにいた。近くに争いがあるって出てるけど、もう倒さないとダメじゃん。あ、待って待って、構えをこっちに直そう。はい、よいしょ。そっちじゃ、そっちじゃなくて縦の人と戦いたかったんだけど。あ、待って、燃えてるよ。どうしたの。あのさ、前さ、火のところに行っても食らわなかったんだけど、これ食らうの？あ、うそ、前食らわなかったじゃん。いつの間に食らうようになったの。もうよいしょ。はい、ごめんね、四電一線腕取れちゃった。四電一線放ったから。あ、ちょっと待って待って。逃げちゃったね。腰が抜けると逃げてくるんだね。はい、これを、あ、待って、鉄ハウ投げたらいいんだけど。ちょ待って、ちょ待って、あれ、鉄ハウ投げれなくない？ちょっと待って。あ、もうないんだ鉄ハウ。爆弾投げたかった。爆弾投げたかったのにって、思考が危ないよね。これまだダメ？全員倒さないと結局。あ、じゃあちょっと倒そう。はい、よいしょ。もう OK かな。はい、じゃあ行こう。鉄ハウがないとなんか悲しい。はい、じゃあ向かいましょう。急がねばならぬ。貝を持て。誰も船を狙ってこなかったな。お前の手下が気を引いたのだ。ありがとう。で、なんか本丸についたみたいな感じ。食い物を探そう。さあ、飯だ飯だ。そしてアイテムだ。持てない。はい、探す。ない？刀比べは煩わしかったのか。気づいてくれたか。何もないな。早く言えばよかったものを。言いたくても会えなかったからな。さあ、昔の話だ。川、ご飯ないよ。おっと、もう、あ、鉄ハウ欲しい。鉄ハウ鉄ハウ一個がもっと欲しいよ。あ、ここにもいっぱいある。鉄ハウ2個がもっと欲しい。
くない。うん、ないもうないよね。あれもう調べるとこなくない。あ、なんかここにある。でも食料じゃなさそう。ないな。兵糧はあったか。いや、隣の船か。食べ物のためにもうなさすぎじゃない。ここまでやってた食べ物が。聞こえたか。4人、いや5人はいる。逃げ場はないな。戦うぞ。行くの？はてめえら。ああ、さあ急ぐぞ。なんて潔い。あ、痛い。ちょっと、ま、いやいや、ちょっと待って、今出ただけじゃん。ちょっとちょ弓がどっかから飛んできてるな。どこだ。ちょっと待って、弓はちょっと先にやろう。めんどくさいから。こっちか。はい、よいしょ。殺せ。待って、いやいやちょっと待って、よいしょよいしょ。ほっ、いっぱいいるじゃん。いっぱいいるな。とりあえず1個使うか。あれ、今鉄板を、あー、ちょっと待って、いっぱいいるじゃん。ちょっとこれはいっぱいすぎだよ。あ、やばい、回復して。死んじゃう。よいしょ。これはつらい、これはつらい。待って、まだ弓いるな。ちょっと回復してと。どこだ弓。あ、違うな、弓。あれ、あ、いたもうやだよいしょ。はい、よいしょ。こういう場合はですね、上がれないとか、もし上がれないじゃん。あー、びっくりした。上がれないとか悲しすぎる。はい、これで一人ずつ来るでしょ。はい、あ、コロンとしないで。よいしょよいしょよいしょ。あ、二人来ちゃった。よいしょ。はい、一人ずつ上がってきて。はい、はい、あ、隊長だったの。あ、はい、はい、どうさん。はい、よいしょ。はい、オッケー。一人ずつね、順番だよ。あれ、当たっちゃった避けたつもりが、え、避けれないよ。どうしてなの。死んじゃう。ちょっと待って、なんかタイミングがずれるとことごとくずれる。死んじゃう。よいしょ。え、あれ、なんで避けれないんだろう。あれ、待って、避けれないよ。ちょっと待って、死んじゃう。こういう時はですね、とりあえずしゃがみます。あ、すぐ上がってくるじゃん。ね、しゃがまないと回復しないんだよ。しゃがんでじっとしとかないと。あ、待って、来るな。来るな。ちょっとしゃがんで。あ、ダメだ、敵がいるからしょうがない、もう来ない。はい、よいしょ。ちょっとしゃがんで。なんですぐ来るのよ。はい、来ない。困った時の来ない。はい、ちょっとしゃがむ。ふう、 HP を。あれ、まだ敵いる。 HP が全然回復しないんだけど。ん、まだ敵いる。こっちにはいないけど。よいしょ。ね、ガゼン死にそう。あれ、こうやってさ、しゃがんでたら回復するのにさ、まだあそこで戦いがあるからかな。いまいちシステムがまだ把握できてない。ちょっとね、これはやばいよ、死んじゃうよ。でもあそこで竜像が戦ってるから。あれ、待って、向こうにはどうやって、あ、どうやって行くんだちょっと待ってね。はい、まず、よいしょ。ちょっと、ああ死んだ？ここにも投げれや。あ、死んだのかな今の。俺が行こう。ここは任せる。流行るなよ。いや、死にそうなのよ。ちょっとしゃがんで。そうそう。あ、回復してる。戦闘中はしないんだ。でも風やばいんだけど。あと鉄ハウが一
個ここにあったから、はい、うん、2個か。で、ごめん話聞いてなかった、どこ行けって。あ、持てないのもね、こっちかな、よいしょ、あそこに行けと。いや、あの、この HP で行けと。ん、上にはいない、あ、いるな。熊を構うな、うん、はい、でだよ、うん、はい、そこのドアがね開いてるんだよな、先に、あ、先にこっちを行こう、はい、クマを構うな。これさ、クマ開けたらさ、あっちの人たちやってくれるのかな。あ、わー、危ない危ない。あ、見つかっちゃった。まだいける、まだ他の人には見つかってないし、あ、見つかったわーみたいな。はい、よいしょ。クマはさ、この猛虎たちが開けるのかな、それとも開けたら猛虎たちをあれしてくれるのかな。あ、まだこれ見つかってないんだ。開けてみる。ちょっと待って、開けてみる。これ見つかってないよ、見つかってないよ、もう、あ、見つかった。はい。ああ、くない。え、これクマは助けてあげた方がいいのかな、どう思う。だってクマって結構攻撃力高いから、一か八か的なところが。いや、クマはきっと助けてくれるだろう。はい、うん、うん、うん、あ、違うね、違うじゃん。あ、区内ダメか、ちょっと待って、クマ強いんだよな。あ、もう一回これ閉めれない、これドア閉めれない、ダメ、ほっとこうか。あ、見つかった、クマ見つかったんじゃない。え、で、はい、クナイ、ここの下はあれ、どこ行くんだ、ん、なんかマーク出てたよね。あ、ここの上かな、はい、はい、よいしょ、違うな。あ、待って待って、よいしょ、はい、ごめんね。ごめん、あ、ごめん。はい、あー、あー、びっくりした、怖い。持てないか。で、獣の皮と、あれ何するの、食料を探せ。このクマはとりあえず食料になると思うんだけども、この船にもないか。ないの、何、これは何だ、ハーンの目を伝える、はいはい、ん、モーコの兵略図か、竜像と話そう、何かあるはずだが。なるほど。なんでよ。もう、あ、びっくりした。ほんとびっくりした。もういない？もういないかな？びっくりした。いた、ここに。あ、で、平蔵のとこ行こうか。あ、びっくりした、もう。やめてよ。あれ、どこ、平蔵。あ、平蔵じゃない、竜蔵。え？あ、とどめ刺す。どこ行った？奪われた兵糧はどこへ？いたいたいた。竜蔵。いたいたいた。
ちょいじゃあまず区内で動きを止めて、はい、はいはいはい、回復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 あ、まだグワングワンしてるつけ立ちなんてなくても倒せたぜ。だろうな。あのデカッパラ見たか。食いもんはやつの腹ん中だよ。クマなら、クマ肉ならあっちにあるよ。え、どうしよう、どうしようじゃない。ちくしょう、俺たちの食いもんが。竜像、逃げるぞ。泳げるか。それしかねえんだろ。どういうこと。火も回ってる。え、どういうこと。船から飛び降りろ。お前が先だ。はいはい、じゃあこっち側から飛び降りましょう。こっち側にね。はいはい。もう食料を探すだけでこんな苦労する。隠れなければ。あそこに身を隠せそうだ。食い物持って帰るって約束したのに空手で戻るとはな。別の手を考えよう。それまでに全滅しちまうぞ。いや多分クマとか飼った方がいいよ。船でこれを見つけた。山にいっぱいあるもん。いるもん。敵の兵略図だ。補給路が乗ってるか。地図も書かれていた。役に立とう。よこせ。抜け駆けするつもりか。俺は奴らを養わなきゃならん。お前とは違う。その地図がいるんだ。金田の木には来てくれるな。約束しよう。姿を見られるな。はあ。お前のようにか。なるほど。これでサブクエストに派生するんだね。食料クエストと呼ぼう。もうこの竜像クエストは食料クエストと呼ぼう。はいはい、きっとこの食料を追い求めるクエストは、サブクエストになるんでしょう。はい、ああ、終わった。猛虎相手にはまだ足りぬ。うん、いやでもなんかそのサブ、なんかメインクエストがのさ、関わった人たちの事情がこの派生してサブクエストに流れていくからもう気になるまんまなんだけど。まあもちろんね、やろうとは思うんだけど。はい、残るはここだね。もうユナの弟を助けるサブクエスト。